様、悔いなき戦いをなされますよう。いざ出陣。突撃。
それにしても人間ってやつは無茶するよな。実の弟を生き埋めだもんな。おまけに本人はなぜ自分がそんなひどい目に遭わなきゃならないのかわからずじまい。今さら立派な墓を作られたって素直におねんねなんかできっこない。恨むなって方が無理がある。だから僕が鬼にしてあげた。さ、奥まで進みなよ。We'll be right back.
強いな。これが家族の絆ってやつなのか。そんなもんで来られちゃ俺なんかが勝てる道理がないな。家族の絆か。それが主らの力か。悪くない、悪くないな。ご指名ください。この方でよろしいですね。いつの日かまたお目にかかれたならおそばにお仕えしたいと存じます。当主様のこと忘れません。5代目ご奉命襲名の儀、誠におめでとうございます。一応最初にお断りしておきますが、襲名制度を初代様に願い出たのは確かにいつかですけど、いくら私がおぞっぽでも代々の当主の名前を覚えるのが面倒だったからじゃありませんし、覚える自信が全然なかったってわけでもないですから。お名前と一緒に初代様の志もちゃんとついてくださいね。当主様、折り入ってご相談がございます。今なら個人のお力を当家に復活させることができます。個人を氏神として祀るのです。そうすれば更新の儀を通じ、個人のお力は必ずや子孫の血の中によみがえります。個人の能力を今一度確かめて氏神としてお祭りするか否か慎重にご判断ください。
今月は何をいたしましょう。